こんにちは。平成29年11月号の WebTV 阿蘇プラスです。さてこの番組はいつも阿蘇市小里にある阿蘇草原保全活動センターの一角で撮影をしているんですが、こちらにはこういった草止まりが作られています。この草止まりは先日行われた阿蘇草原フェスティバル2017のために作られたものなんですが、実際に、ね、中にも入ることができるんです。昔は農家の方たちが草原で草刈りをするときに泊まり込んだもので、阿蘇市の小学生はこの草止まり作りなどを体験して草原学習もしています。しばらくはこちらにこのまま展示してあるということですので、ぜひ阿蘇草原保全活動センター遊びに来てみてください。さて今回の WebTV 阿蘇プラスはオンラインショップ阿蘇もの旬な情報をお届けする阿蘇もんいいもんのコーナー、そして秋のこの時期に多く見られる雲海についてお伝えします。続いてはアソモンイーモンのコーナーです。オンラインショップアソモ担当の前畑さんとお伝えします。よろしくお願いします。以前 WebTV アソプラス8月号では新米の予約販売を、ね、ご紹介したんですが、なんと10月から新しくお米の定期購入ができるようになったそうですね。はい、アソモでは食事の基本お米を心配なく毎日召し上がれるように味の良い信頼のできるお米を定期便だけの特別価格で販売しています。アソモが選んだアソのお米を毎月銘柄を変えて12ヶ月、それぞれ生産農家さんがこだわり抜いて育てたお米をぜひご賞味ください。前畑さん、この定期購入は5キロと10キロと2種類こうあるんですね。そうですね、ご家族の家庭の人数に合わせて、5キロか10キロをお選びいただくこともできますし、お支払い方法の方も、一括と分割とご用意しております。はい、通常価格より3100円から3888円お得に購入できます。また優先的に取り置きいたしますので品切れの心配はありません。はい、私もたまにやっちゃうんですが、お米洗おうとしたらもう残り1合しかなかったとか、そういうことがあるんですよね。定期購入だとそういうことも、ね、なくて安心ですね。はい、そうですね、もう買い物に行って重たいお米を買って帰るのだけでも大変ですし、ご自宅用にそういうふうにお使いになられてもいいですし、また離れて暮らす家族、例えば一人暮らしの学生さんとかにもおすすめです。10月31日までの限定商品でしたが、ご好評につき11月24日までの注文を延長して販売しております。はい、いつでも精米したての美味しいお米が食べたい方、いろんな銘柄のお米を試したいという方、この機会にぜひアソモのお得なお米の定期便をご利用ください。続いてですが、前畑さん、アソモのホームページ覗いてみると冬の贈り物のね、商品が出てました。もうね、そんな季節なんですね、今年も。そうですね、アソモでは10月20日から1月31日まで冬の贈り物と題して、アソの一品が詰まったエリスグリーンのギフトを販売しています。大自然のアソで生まれた、他では買うことのできないアソモ限定のコラボ商品もあります。今年、ね、今回のおすすめポイントは何でしょう。はい、まず全セット送料込みのお値段となっています。一部発送できない地域もありますが、基本的には全国どこへ送っても別途送料はかかりません。次に、人気の赤牛商品を充実させています。初登場の赤牛すき焼き焼肉セットや、こだわり赤牛ハンバーグセットなどをご用意しております。私実際にこのすき焼きのね、お肉いただいたんですが、本当にね、皆さんびっくりしますよ。まず噛まなくていいぐらいお肉が柔らかくて、そしてもう赤牛独特なお肉の旨味がもうね、ぎゅっと詰まって本当に美味しいお肉だったんですね。そうですね、年末年始家族やお客様の振る舞い用に行ったりですし、他にも熊本名産の馬刺しが入ったセットなどもあります。はい、贈り物にも喜ばれると思います。
でまた価格や種類が豊富な31点をスタッフが厳選しています。3000円台から6000円台までご予算送る方の好みや家族構成に合わせてお選びいただけると思います。うん、この、ね、冬の贈り物ラインナップを見ていると、まあ、本当に阿蘇にある全国的な有名な、ね、お店ももちろんありますが、その人気店舗同士 の, そのコラボ商品というのはここ阿蘇もだけでしか買えないんですよね。はい、店舗独自の商品のセットはそれぞれのお店で手に入りますけども、うん、有名店の人気のある商品だけを詰め合わせたセットというのは、うん、阿蘇もでしか買うことができません、うん、大切な方への贈り物やまたご自身へのご褒美、うん、ぜひ阿蘇もの冬の贈り物をお買い求めください。はい、この冬の贈り物は来年の1月31日までということで、まあ、結構長い期間の、ね、はい、商品なんですね。そうですね、お年賀での贈り物としてもご利用いただけるよう、うん、受付は1月31日までとなっています。うん、お歳暮期間中はご注文が殺到しますので、お早めのご注文をお願いいたします。はい、阿蘇もんいいもん、今回はお米の定期購入と冬の贈り物について担当の前畑さんと一緒にお届けしました。どうもありがとうございました。続いては秋に多く見られる雲海についてご紹介します。こちらの映像をご覧ください。雲海は放射冷却などいくつかの条件が揃った時に発生する雲のことで、雲がまるで海のように広がり山々が島のように見えることから雲海と名付けられました。ここ阿蘇市では春と秋に多く雲海が発生し、全国的にも有名な雲海スポットなんです。では雲海が発生するメカニズムをこちらのイラストを使ってご説明しましょう。まず雲の成分である水蒸気が発生し上空へと上がり雲に発達していきます。本来は山より高い上空まで雲は上りますが、それより前に暖かく乾燥した空気があるとそれより上には上がることができず、次第に雲は横に広がり雲海となっていきます。ですので湿度が高く放射冷却があり無風状態であること、また夜明け前から早朝にかけて快晴であれば雲海の発生する確率は高くなります。分かりやすいのは前日が雨で翌日が晴れの時、まあ、阿蘇に住んでいるともう夜の時点から濃い霧が発生しているんですね。なので天気予報を見ると明日は晴れだし、こんなに霧が濃いなら明日の朝雲海が発生するかもねなんて話を、することもあります。私の雲海スポットおすすめは大観峰です。駐車場もありますし、ここからは阿蘇五岳の涅槃像が見渡せるので、まるでお釈迦様が白いふわふわのお布団に寝そべっているかのような雲海と阿蘇五岳がここからは見渡すことができます。ぜひ天気予報とひらめっこしてこの秋は阿蘇の雲海ご覧いただきたいと思います。さて今回の WebTV 阿蘇プラス、阿蘇門いいもんや雲海情報など盛りだくさんでお届けしましたが、いかがでしたか。最後に観光情報をもう一つ、現在花遊びではバラ祭りが開かれています。バラのフォトコンテストや土日祝日の午後2時からはバラのオークションなども開かれています。開催期間は11月19日日曜日までとなっています。ぜひお越しください。それでは今月の WebTV 阿蘇プラス、最後に取れたてほやほやのとっておきの映像をご覧いただきながらお別れしましょう。猫岳の紅葉の映像です。WebTV 阿蘇プラス、次回もまたご覧ください。さようなら。